待ちぼうけか。ライトニングもスノーもどっちも帰ってきてない。どうして探しに行かなかった？スノーを信じてる。ヒーローだもん。信じてたら我慢するのか？お互い一人になりたかったわけじゃないだろう。それはそうだけど。ごめん。ただヒーローでも本当は寂しいと思うんだ。オーパーツじゃなかったね。モグ、ゼフ長。ここ。モーグリは悪くないよ。うちの方に帰ろう。ないな、オーパーツ。代わりに私の持ち物が変な場所で見つかるし。誰かが邪魔してるんだったりしてな。まさか、この村にそんな人はいないよ。そうだな。でも悪い奴とは限らないぞ。人の仕業とも限らないよ。例えば空間が変な風に歪んでるせいかもしれないよ。それでセラの大切なものが変な場所に動いた。じゃあ誰かの大切なものと入れ替わってたりするのかな。家に戻って確かめようか。おい、この鏡。あ、何あれ。クポ。あ、クポ。どうなってるの。時の歪み、あるはずのないもの、うん、多分これがオーパーツだ。ノエルの言葉通り、オーパーツは見つかった。それじゃあ、お姉ちゃんとバルハラで会ったという言葉も本当なの？ゲートの向こうに旅立てば、大切な仲間とも子供たちともしばらくお別れ。お姉ちゃん、ノエルを信じていいのかな？よし、あとはゲートに行くだけだな。結局オーパーツって何だったのかな。あの鏡、未来か過去か。昨日は大騒ぎだったな。これからオーパーツでゲートを開けに行く。でもセラはまだ俺のこと信用できないよな。疑ってるならちゃんと話すから、聞きたいことがあったら聞いてほしい。あ、一つ聞かせて。ノエルの願いは何？うん、みんなが生きてる未来。
俺たちは滅びの時代に生まれた最後の子供だった。仲間が一人ずつ死んで、俺が最後の一人になった時、みんなに託された願いを果たせないと知った。だから旅に出た。もしかして帰れないかもしれない。みんなが幸せになるのは無理かもしれない。でもせめてみんなが生きてられる未来が欲しい。そう願ってゲートに飛び込んだ。その時はただ夢中で、自分が願ったことの本当の意味も知らなかったけど、でもセラやこの村の奴らの暮らしを見て、絶対叶えたい願いに変わった。バルハラで会ったライトニングが俺にチャンスをくれたんだ。未来は変えられるって言葉を俺は信じる。わかった。話してくれてありがとう。名残を惜しむなら今のうちだぞ。うん、ありがとう。急に腹が減ってきた。ゲートは隕石の落ちた場所、黒雲が見える方角を目指せばいいんだよね。黒雲、みんなを見守ってたんだな。魔物はまだいるぞ。油断するな。ノエルも無理しないでね。やがった。やばい。一緒に立とう。そこ。ライトニングはバルハラで生きてる。合わせてやるよ、カナ。また出た。
あんたたち、どっかで医療キットを見なかった？ノラハウスに置いといたはずなんだけど、見つからないんだよね。昨日の騒ぎの時、誰かが持ち出したみたいでさ。まだ魔物もうろついてるし、誰か大怪我でもしたら困るんだよ。見つけたら届けてくんない？助かるよ。他のキットは使い切っちまったんだ。怪我人がいっぱい出たからね。業者に注文したけど、すぐには届かないみたいだしさ。頼んだよ。時から使ってたやつなんだ。結構愛着あってさ、なくなってみると寂しかったよ。お礼ってほどのもんじゃないけど、これをあげるよ。珍しい石っころだろ。そこで見つけたんだ。セラたちも怪我なんかして、これ以上私の仕事を増やさないでくれよ。看護の心得があるやつは少ないんだからさ。